ヒミズは、新無毛鳥目モグラ科に分類される。哺乳類。日本固有種である。本州、四国、九州とその周辺の島に広く分布する。東道町が89から104ミ、mm、リメートル、尾長が27から38ミリメートル、あと、足長が13.8から16ミリメートル、体重が14.5から25.5グラムになる。いわゆるモグラに比べると小型で。 長い尾を持つ。もぐらによく似ているが、土を掘り進むために使う前足が小さい。体毛は背面が黒色か黒か四色で光沢がある。腹面はやや単色になる。尾は太くコン状で東道長の1、3の長さがあり、先端部には比較的長いブラシ状の毛があるが、根本はピンク色の皮膚が露出する。なお、尾骨は互いに癒着し、 一本の骨のようになっている。上顎の第一接種は非常に大きく先端が尖る。低山体の森林や草原の落ち葉の下に生息する。他のモグラとは異なり長大なモグラ塚を作ることはなく落ち葉の下に浅い溝のようなものを掘って生活している。夜間には地表を歩き、半地中生活をしている。夜になると地上を徘徊することもあるが、 日光が照るところには出てこない。秘密という和名もここに由来する。植生は雑食性で、昆虫類、蜘蛛、ムカデ、ミミズなどの小型土壌動物や、植物の種子や果実を食べ、小麦粉や大豆、大麦などで採集することができる。一方、天敵は、日本アナグマ、天、イノシシ、トビ、フクロウ、モーズ、ジムグリなどである。 ただし死んだヒミズは匂いが強く、死骸を食べる動物は少ないと言われる。繁殖期は春であるが、一部の個体は秋にも繁殖する。1回に1から6頭の子を産む。寿命は約3年である。ヒメヒミズディミコドンピリロストリストルー1886河瀬見通信ナンバー90戸田市彩り湖自然学習センター。 2019年10月31日閲覧。小宮照之、フィールドベスト図鑑日本の哺乳類、今泉義則、現職日本哺乳類図鑑。ありがとうございます。